スラチャイジャ・トゥラパッタ・ラポンは、タイの元サッカー選手、現サッカー指導者。元タイ代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1991年から1997年にかけてタイ・ファーマーズ・バンク FC に所属した。この時期は彼にとって絶頂期にあり、クラブは1993から94シーズンと1994から95シーズンには、 AFC チャンピオンズリーグを制覇し、1995シーズンも3位という結果を残した。1998年には、アバック FC に移籍、2000年末まで在籍した。21世紀はシンガポール、S リーグで活躍した。コンバクユナイテッド FC に2001年に加入したが、2002年に、クラブは財政難からリーグを撤退、ホームユナイテッドに移籍した。 2004年2年間最優秀選手賞を授与され、2005年まで選手として所属し引退した。2005年2月23日には、太陽国サッカー協会によって引退試合が開かれ、太陽国オールスターセレクションとホームユナイテッドとの対戦が行われた。この試合は国際的にテレビで放映され、1200万バーツの経済効果を与えた。彼が、 初めて代表になったのは U-14 代表でのことであった。その後 U-16、U-19 代表を経て A 代表となり、その初出場は選手になった1991年のことであった。その後、2002タイガーカップの決勝戦が代表での最終試合となった。代表では、東南アジア競技大会で金メダル4つ、銀メダル1つ、そして、 東南アジアサッカー選手権で3回の優勝を経験したクラブホームユナイテッド代表個人クラブありがとうございます。